84歳の主人のお母さん結構大変な時はちょっと腰痛になったり肩痛かったりするので高齢化が進む今老老介護など日本が抱える問題は山積みそこに現れた救世主がはありましたマッスルスーツこちらですね必着,着できるって書いてあります今月発売となったマッスルスーツエブリーは 重たいものを持ち上げる際にサポートしてくれるいわば人工筋肉電気気は使わない手動でで空気を送るポンプ式です従来のアシストスーツは1着50万円ほどする高価なものでしたがこのマッスルスーツは15万円以下と比較的低価格にマッスルスーツをはじめとする人間拡張ギアは 日経トレンディが予測する2020年のヒット商品で13位に選ばれるなど大きな注目となっていますこちらの家電量販店では試着体験を実施妻の介護をしているという78歳の男性は家内がちょっと動きが悪くなってきてトイレまで着いたとかお風呂がついてとそういうような状況やもんで繰り返しの作業でもあまりあまり普通めはないですね て車椅子からベッドまで運ぶとか、ちょっとつ,つ,つるとかね、何もつけずに、12キロ分の水を持ち上げることに苦労した新ミキャスターでしたが。持持ち上げるるるる瞬間ががが軽いいいででですすねあのバネののの力力にに戻るよううななただ持っててとどうしししももかかるのは腕なので腕にもサポートが欲しい感じがします 腰への負担は軽減しますが、力持ちになれるわけではありません。こうしたパワーアシストスーツの一部は、東京オリンピック・パラリンピックのボランティアにも導入される予定です。一般家庭の方で、一、まあ、在宅介護をされている方や、えー、農家の方ですね、農業やられている方などに使っていただければなと思っております。第二の背筋としての活躍が期待され、 重労働の現場仕事や在宅介護中でも老老介護の必要がある家庭にとって強い味方になりそうです。